依然として暴走中です。こちらからのコントロールも受け付けません。カンフーファイターの周囲にクロノドライブ反応を確認。まさかこのままクロノドライブに。そんなことさせない。待ってて、ランファ、今私が行くから。ハッピートリガーのスピードじゃここまでが限界か。ダメ、間に合わない。ランファ先輩、まずいぞ。タクト、だが何を。まさかそんな、マイヤーズ司令。タクト、わかった、それしかないのなら。了解。タクトさん、カンフーファイター機能停止確認。急いで機体を回収しろ。救護班は格納庫へ。回収が終わったら白く月へ帰還する。了解。タクト、お前の判断は間違っちゃいなかった。診察は終わらないんですか？ランファはどうなっちゃうんです？少し落ち着きな、ミルフィ。今は無事を信じて待ちましょう。こんなところで騒いでは中のランファさんに響きます。それにダクトさんにも。あ、ごめんなさい。安心なさい。目立った外傷はないし、スキャンでも特に異常は見当たらないわ。ただ、意識はまだ戻っていないし、しばらくは絶対安静よ。意識が戻ったら精密検査をしてみるわ。それと念のため、白木月の医療施設に移した方がいいかもしれない。もう、ラーファーったらいつもいつも心配ばかりかけるんだから、後でとっちめちゃう。大丈夫ですよ、タクトさん。ランファ先輩はエンジェル隊のエースなんですから、きっとすぐ元気になりますよ。シャキッとしなよ。恋人のあんたがそんな顔してたら、ランファが目を覚ました時に笑われちまうよ。
元気を出してマイヤーズ司令。命に別状はないんだから。ケイラ先生、何かお手伝いできることはありますか？大丈夫、今は意識が回復するのを待ちましょう。はい。ええ、そうしてあげて。じゃあ私はちょっとコーヒーでも飲んでくるわ。何かあったらすぐ呼んでちょうだい。エンジェル隊のみんなも一緒にどう？ああ、そうですね。ちょうど喉も渇いてたし、じゃあ行こうか、みんな。そうですわね。では、ティーラウンジに参りましょう。失礼します、タクトさん。タクトさん、ランファのこと、お願いしますね。失礼します。あの、ランファさんの容体は？ですが、今回の件は僕にも落ち度が。それならば、一体何が問題だったんでしょうか。紋章機とパイロットをリンクさせているヘイローシステムに何か異常があったという可能性は？え？わかりました。失礼します。お邪魔して申し訳ありませんでした。ああ、そうだ。姉も心配していました。ランファさんとタクトさんを。それでは失礼します。マイヤーズ司令、そろそろ白き月に入港します。申し訳ありませんが、ブリッジまでお願いできますか？はい、すいません。はい、すぐに移送できるように準備をお願いしておきました。タクトさん、
ランファは起きましたか？ブリッジに戻るんだろ、タクト。私らが代わるよ。お任せください、タクトさん。あとはこっちで引き受けるから、安心していってらっしゃい。白き月へ移すのに、人手は大いに越したことありませんでしょ？私たちも手伝います。何？礼を言われるようなことじゃないよ。確かにランファはあんたの大事な恋人だけど。私たちの大切な仲間であることも忘れないでくださいね。独り占めはいけませんよ、タクトさん。わかりました。バインさんにですか？バインかい？いや、ここに来る途中、通路でチラッと見かけたんだけどね。何か笑ってたような気がしたのさ。ああ、そういえば確かに笑ってましたね。でも…なんと説明してよいものか。とても綺麗な笑顔でした。でしたが、その笑顔があまりにも綺麗すぎて。思わず震えちまった。なんだかゾッとするような美しさというか、そんな表情だったよ。どうやらつまんないことを言っちまったみたいだね。忘れておくれ。マイヤーズ司令、白き月への雪原終わりました。ハッチ開放、医療班の誘導を始めます。タクト、お前も行ってきていいぞ。もう入港は完了したから構わん。あとはこっちでやっておきますから、司令は大事な人のそばについててあげてください。元気出してください。白き月の医療施設ならきっとすぐ良くなりますよ。白き月が揺れた？一体どうしたんでしょう？こんなこと私たちが白き月にいた時は一度もなかったですよ。あ、見てください、外！たくさんの人が慌てて走ってます。本当だ。何か不測の事態であることは確かなようだが。タクト、どうした？おい、お前汗びっしょりじゃないか。